あいつって初日にオイラたちが会ったやつじゃないか。俺たちは永遠に目覚めない。ところと奇跡を想像する機会にできることなど、どうやら酔いつぶれている。このお酒の匂い、お嬢様。あ、私にもお願いします。もちろんでござ皆の者、近くを見てきたが、他に人は妙ではござらぬか。ファデュイは組織であるのに、ここにはこの者しか残っていない。ましてやそれに、この前のふくよかな男もいなくなって。その理由は目の前にいるこの者に聞くしかないでござろう。でも酔いつぶれてるみたいだぞ。懲罰の聖戦を下ろさ。お嬢様は水を…いいなそれ。あ、目を覚ましたぞ。あなた、ファデュイですよね。ファ…愚かで無理やり無人島へ来させ実験を。だから、なんで泣いてるんだよ。俺と俺が発明した宝、俺の発明があってこそ愚かなバカどもが撃たないでくれ。もう実験室は爆破しないから。悪かった。ダメだ、精神がぐちゃぐちゃで全く話ができねえ。初日に会った時はこのような様子ではなかった。どうやら後の数日で影響が進む。レポート、それはどこにあるのかしら。怒鳴らないでくれ、怒鳴らないでくれ。フィッシュル、あまりいじめか。だったら私がやりましょう。親愛なる殿方、私を見てください。おいおい、完全にそ…拙者が参ろう。失礼。尻が痛い。それをどこに置いたか。レポート、レポート。ああ、よし、よかったな。あ、結局はカズハがお仕置きしたけど。さあ、探し物は近くの石の隙間にあるよ。おめでとうございます。問題を解く鍵を見つけましたね。どれどれ。やはりこの感知擬態と呼ばれる装置は人間。レポートによるとファデュイ幹部はペルシーコフの研究を知り、しかしペルシーコフはどうしてもこの装置を実戦に投入したかった。よくこの島を見つけたな。やっぱりファデュイの。ペルシーコフは独断専行でここで実験を始めたようですね。実験に参加したほとんどがファデュイの下っ端兵士で、どうやら彼らは本当にこの装置がファデュイに利益をも。装置の原理は。それはおそらく極秘なのでしょう。レポートには書いてありません。しかしペルシーコフは、つまりその神の権能はこれらの玄武と関係のあるもの。うむ。でなければ彼らに神の権能を真似るなどできまい。とにかくペルシーコフの実験過程は順調ではなかったようです。技術の未熟なファデュイ兵士によって装置をめちゃくちゃにされ、最も重要な昇格まで弾きと。
修理がいかに重要な仕事であるかが伺えます。ペルシーコフはマッドサイエンティストですが、自分の部下が不幸に見舞われるのを見たくなかったのでしょう。切羽詰まった彼は一人で昇格を探しに外へ出た。その後ペルシーコフは狂気に陥りはぐれてしまった兵士たちを必死に探し、彼らを洞窟まで連れて行ってかくまったようです。島に上陸したあの日、拙者たちが会ったのはこの段階の彼らだったのであろう。ペルシーコフはがっしりとした体つきのファリュイ兵士を連れていた。そういうことです。ペルシーコフは力を尽くし兵士たちを洞窟に集めですが、効果はなかったようですね。そういえば前にあたいたちがここに来た時誰もいなかったよな。そういうことでしょう。良い知らせはペルシーコフは狂気に陥った兵士から断片的に、悪い知らせはペルシーコフは彼らの目を覚ますことができなかったこと。その後彼自身も影響を受け。となるとこれはまた私と進化たちに出番が回ってきたようね。レポートに地図が書いてあります。マークされた場所が昇格のありかでしょ。他に方法はないみたいだな。これがレポートに書いてあった昇格だな。お肉丸が感知した場所はこの上だな。よし、行ってみようぜ。ここがお肉丸が言ってたところなのか。お肉丸のやつ、まさか嘘をついたんじゃないよな。あったぞ、二つ目だ。人の世とはこう、白露と泡のように連れなるままにひくらし、硯に向かいて。これで揃ったな。早く昇格を装置に戻そう。全部入れたぞ。モナ、これでいいんだよな。多分それで大丈夫です。レポートにはそう書いてありますので。しばし待とう。元通りになるといいのでござるが。なあ、俺たちの拠点に誰かいるぞ。おい、お前たち何者だ。待て、あの装置を見ろ。だがペルシ、この装置はオイラたちが直したんだ。このような邪魔さえ入っていなければ私たちは完璧な休暇をす。ふん、さっさと私と進化たちに詫び。おい、俺を置いていくなよ。ペルシコスさんがまだここにいるんだぞ。あの二人は目が覚めたみたいだな。どうやら修復に成功したようでござる。やったー。じゃあオイラたちもここを離れようぜ。自分の、おう。でも今考えるとあそこって、あそこは雄野浄土兼土道王国大使館といった。言いづらいな。さ、行こう。you
についていっぱい食べて。幽夜浄土の正体、満足してくれたかしら。うん、大満足だ。よかったです。お嬢様が進化の皆様を招いたのはすごくよかったぜ。あたい、ここが好きだ。ここは永遠なる楽土となるだろう。お嬢様は今後もあなた方と一緒に遊びたい。おう、もちろんだぜ。時間が空いたらリーウェに来いよ。そうだ、リーウェで一番おいしい飯屋はあたいのと、それから劇を見たかったらウッキンを訪ねるといい。ほう、深淵殿が進めるなら。ちょ、旅人、拙者に一つ案があるのでござるが、稲妻には焼きスミレウになる食べ物があり、その風味は魚とよく合うのでござる。では決まりでござるな。拙者は果実をできるだけ探しておこう。ここにいたんですね。一つ問題が見つかりました。すでに装置を修復したというのに。うむ、それは拙者も気づいていたでござる。だが元凶のた…ええ、その可能性もあると思います。それに私の水裏の番が元に戻り、使えるようになったので占ってみたところ、占いの結果に理解できないものがあったのです。ある種装置によるもの、あるいはペ…すみません、それは私にも分かりません。ただ確かなのは、今のところこの力に攻撃の意思がないということだけです。はい、邪魔がなくなり休暇を楽しめるようになったとはいえ、私も毎日占っておきますので。フィッシュル殿をお守りすると約束した以上。ええ、お願いします。はあ、彼女たちはのんきですから。今回…おお、なんだ？そっか、金融野郎に連絡するんだな。あれれ、やっと僕に連絡をくれたの？あ、違うぞ、金融野郎。奇妙な装置？神を模した能力？ファデュイにそんな計画があったのかい？その言い方、お前も知らなかったってことか？僕はただ酒場で小銭を稼いでる銀融師。こいつまたそうやって。それよりも旅人にパイモン、今回は思う存分楽しめたかな？うん、すっごく楽しかったぞ。おいしいもんをいっぱい食べて。なら旅の意味は心の記録にあるんだ。その謎の声が誰なのかは知らないけど、その点から見て彼女の行動は善意によるものだったんじゃないかな。そうじゃなかったらアリスさんの発明した通信機を遮断した。うう、確かにその通りだ。安心してくれたようでよかったよ。じゃ、思う存分遊んできて。その美しい思い出をすべて記録し、詩歌を書こうと思うんだ。これから送るすべての夏が。それじゃ、君たちの帰りを待ってるよ。休暇、楽しんでね。金融野郎が大丈夫って言うんなら、なんて言ったってあいつも神だしな。信じていいと思うぞ。もう戻ろうぜ。みんなを待たせたら悪いし。さっきフィッシュルがカニを捕まえに行きたいって言ってたんだよな。こたびの件を解決したあなたは、その充足感と喜びに、安心して危害は加えないわ。というより、私はただ偶然、このたまたまここには私と関係する力があった。それが気になって浜辺に降り立ち、島の一切を伺っていたの。本当に面白かったわ。公務で忙しくとも海島に来た人は、そして後から来たあなたたちも言うまでもなく、
輝かしい無境とあなたたちの剣舞はまるで海面上の泡のように透き通っていて儚い。私は遠出することができないの。あなたたちのような自由な人がとても羨ましい。言ったはず。私に目的はない。あなたは特別な人よ。異なる色彩を放っている。私の名前は気にしないで。おそらく将来、他の場所で、いつか会えるかもしれないから。その時が来たら、きっとあなたも、私のことを知るはずよ。